ゆると、お、と、け、と、しゃうた、まいこと、えふと、で、イレイスでーす。イレイス。イレイスでーす。イレイスでーす。イレイス。違わないかお前。おい。眠いんよ。全然とんねん。どうした？台本と違うことするな。あれもしかしてナイちゃん、あ、ショウくんも寝てる？ナイコ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 ナイちゃんのターンだよ。ナイコ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 。イレイスアラームを。せっかく僕台本考えてるのに。どうしようもないことをすんなお前ら。台本考えてるのに誰も読んでくれない。ってことで今から皆さんにですね、眠たい僕たちが起きるようなアラームボイスを本日は作ってもらいたいと思います。リサ、リサ、今ちょっと俺が起こしてやるよって言ってリサ。俺が起こしてやるよ。もういいから。はい、一番音を切れそうなアラーム作った人が優勝というゲームとなっております。はい、はい、勝ち。いいね。しかもですね、本日やるアラーム王なんですけども、リスナーの皆さん、はい、優勝した人のアラームボイスを本日配布します。おー、マジ。これは結構レアではないですか。いいっすね。うん、なんかできたらね。できたら、できたら、できた、やば、逃げだ、逃げに走ってる、本当ないんだよ、逃げに走ってる。ということでね、メロメロさん、今から即興でアラームボイス作ってみてください。これで10秒から15秒ぐらいですかね、皆さん。じゃあ今日は兄貴から。あ、俺から。まあいつも1番からなんで、今日は6番の兄貴から、ダイスナンバーね、行ってみようかなと思ってます。それでは兄貴の超絶目が覚める目覚ましボイスまで3322211、どうぞ。起きてー、朝だよ。起きないとその可愛いお口にプロテイン流し込んじゃうぞ。あかんやん。怖っ。物理的にね。これ欲しいな。いやいや、いるか。え、でもプロテイン飲む人、あ、ごめん、ちょっと話つまんないからやめちゃった。やば、えらいね。じゃあそんな話つまんないことを自覚してしまったホトケッチ。え、待って、僕行ってみようか。それじゃあホトケッチの即興目覚ましボイスまで3322211、どうぞ。うわー、どう、起きた、起きた、おはよう、起きた、おはようございます、起きて、起きて、おはようございます、どうも、ホトケです。ちゃんと起きた、起きれた、朝ごはん作ってるからね、バイバイ。もう一回、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 もう一回。あー、体調は良かったね。これダイパンがピークだから。ダイパンもまあまあ良かった。ダイパン良かったよ、ダイパン良かった。そう、だってなんか僕だけちょっときつめじゃん、辛めの審査員じゃない、みんなちょっと辛くない。さあ、それでは続きまして、いきましょうか。今必死に考えてるリウラがいいと思います。あ、それいいな。それじゃあ、リウラくん、まだ考えついてないんだ。リウラくんの目覚ましボイスまで、3、3、2、2、1、1、どうぞ。おはよう。起きた。うわ、これ即興や、ほんまに。今日も俺の声で、やるっていけ、やるっていけ。今日も俺の声で、幸せになって、起きた。あ、おはよう。あ、起きろー。困った、大きい声だ。ナイスだね、リュウちゃんな、マジで。リュウちゃんが一番おもろい。いいよ。まだ考え途中やったんや。リュウラ誰が聞きたいっつ。マロ。わー、苦手だね。台本のマロ。書いてねえか。えぐい、えぐい。さあ、そんなマロ、準備いいですか。準備もなんもねえな。準備したら負けなんでね、この辺いきますよ。じゃあそんな F マルの目覚ましボイスまで3、3、2、2、1、1、どうぞ。もしもーし、ね、起きてよ。ねえ、起きてって。全然起きないじゃん、なんでないだよ。やばい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 。これの、え、これのあれか。いつもの、いつもの、いつものベルベルバーは。ベロベロバー求めてんの。やばいね。めっちゃうまい、赤ちゃんあやすのうまいよ、絶対。さあ、それじゃ続きましてはどうしようかな。じゃあマロに決めてもらうか。ナイちゃんと僕っすかな。なるほど、じゃあショニダで。あらす、ウェイ、ウェイよ。そんなショウちゃんの目覚ましボイスまで3、3、2、2、1、1、どうぞ。おはよう、起きて。目覚ましボイス撮ってるから起きない意味ないから、寝てる場合ちゃうて、マジで。
殴れ起きろっておいこらおい起きろ大パンチおら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 おこっち見ろこら痛かったごめんじゃあ一緒に今から病院行こっかあ病院行く日のアラームなんかなこれ。やめてくださいもう小中学生もお母さんもお父さん見てるんですよお母様、お父様、病院に行くアラームなので、みんなのね、そういう怖いことはないので大丈夫です。怖いわ。いくやばもう。笑いすぎやろ。まあ今日司会なし、俺はしなくていいか。いや次はないちゃんで。ナイコ行こうぜ。じゃあナイコさん。ナイくんです。ナイコさんの目覚ましボイスまで、そしたら2211、どうぞ。ねえ、朝だよ。ね起きて。いつまで寝てんの。ねえ。ちょっと、ね、今どこいんの近いベッド、そこえどこにいんの脳内入ってきてるよどこにいんのかわかるんだけどよかったら俺と一緒に最高の世話取らないかなになになにえ、なにどうしたそのまま喋んなでかいあということで結果発表無理だろうまあ一番今回起きれるかどうかっていう観点なので起きれそうな人ね、まあ、自分以外の誰かをね名前言って一番指名が多かった人の目覚ましボイスが優勝ということではい言いましょうかそれではいきます、はい、せーので名前言いますよいきますよせーのナイコ結構割れたえ誰リュラ誰って言ったナイコではショウちゃんショウはユムくんイム、俺がイフ、マロはナイコ、おぉユウスケはホトケ、おぉってことはってことは、イム君とナイちゃんが同率おぉそこで、リスナーの皆さんにはですねホトケとナイコの音声を合体させた目覚ましボイスをプレゼントさせていただきますおいしょ合体すんのおめでとう別々配布ではありません2つにガッチャンとしたミックスダウンした音声をプレゼントさせていただきます完成した音声こちらですよかったら一緒に最高の音は取れないかなやばいでしょやばすぎるおいねえわ逆に起きるとか不安なのはい、で負けちゃった他4人なんですけどもはい、まあ実は負けた人の目覚ましボイスも期間限定で配布しちゃったりするなんでやろいやおめでとう、結局それが言えんで結局ね悪い切り取り方したらほんまに炎上しそうやからほんまにねということでね、皆さんイレイスの目覚ましボイス楽しんでみてくださいありがとうございましたありがとうございました聞かないでね見直したいでーこら怖いやめて